続いてはなんだこれおい、なんだこれおいですね、はい、こちらなんだこれおいはですね、なんだこれおいと叫びたくなるようなことを募集しております、はい、文章の最後はなんだこれおいと締めるのがルールでございます。ラジオネームダッヒー、はい、今月11日、うん、化粧品会社が美肌剣グランプリ、美肌の剣ですね、はい、美肌剣グランプリを発表していました。1位から順に島根、石川、高知、富山、山形とのことです、うん、なんかパッとしねえなぁなんだこれ、そんなことないでしょ、そんなことねえだろ、そうですよ、うん、石川、高知、富山や、ちょっと島根が入ってるのがあれなんだろう、多分なんかへ、あ、地味な感じがするんでしょう、うん、石川県って金沢とかね、あるし、高知は高知でもあれだし、富山も、うん、なんかみんな水がきれいね、山形もそうだし、うん、よそし島根だけちょっとあれでしょう、中国地方の方とかちょっとあれ東北の方とかはきれいなんですかね、うん、ラジオ三平 AKB48 タイトルが76文字の鬱陶しい新曲を発表、鈴掛けの木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの、うるせえキザなバカの妄想でいいだろう、ごちゃごちゃ言ってねえでな、コジハルのヒートテックタイツよこせなんだこれおい短くしてくれなんかそういうのをたまにやりたくなるんでしょうね、なんかね、変わった目先の違いなんかもしもや、もしも野球部の女子マネージャーがドラッカーをみたいなね、ありましたね、でもしドラみたいな、はいはいはい、あんなあったでしょ、タイトル長いやつ、はい、たまにやりたいんでしょこの人鈴掛けの木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの、うるせえそう、ね、これメールか、2回目言いたいだけだったでしょいや、メールを読んだだけですから、メールを読んだだけ、はい、ラジオネームビビン番長、はい、有吉さん、はい、好感度低い芸人こと金島ダンシングの野郎が後半の最終陳述でこんなことを言ったそうです、うん、自転車を盗むのではなく芸人なら芸を盗んでおけばよかった法廷内シーン泥棒した上に法廷で滑り散らかすなんてとんだクソ野郎です、なんだこれ置いた確かに好感度低い芸人ってことじゃないね、犯罪者芸人、そうです、ね、犯罪者です、そうですよ、ね、芸人じゃないですもんね、はい、ラジオネーム三平、はい、市川フルボッコ海老蔵さんがブログの読者からあなたは変態ですかとコメントをされてこんな風に返してやがりました、はい変態ですとは答えないよね、かっこ笑い、いやいやアブノーマルです、うるせえと変態、金玉みてえな頭しやがってつまんねえからブログやめろ、歌舞伎もやめろ、六本木のバーでバイトしろ、なんだこのおいどうしたんだよ今日どうしたんだよ、最近そんな嫌じゃないだろそうですよね、ラジオネームペケミニ、ちょっと長め、はい、トースポウェブによると、はい、ミノさんの降板やいいとも花丸マーケットの終了により、うん、テレビ業界は今新た、あこれまさきのやつ、世のやつかな、今新たな朝の顔や昼の顔を探しているらしく、うん、ある局のディレクターなる人が次世代情報番組 MC について語ってました、うん、まずフットの後藤だね、うん、彼は司会もうまいしツッコミ力もあるからポスト宮根誠司ってとこかな、で本命は有吉、数字も取れるし、あの一刀両断できるコメントはシニアにも主婦層にも受けるし、彼はポストミノモンタだね、はぁ、あ、この脳なしディレクターふざけんじゃねえぞ、いいか有吉さんはな
朝の顔にも昼の顔にもならねえで、これからもずっと日曜の夜に芸能人のケツの穴覗いてケチつけるゲスラジオ続けていくんだよ。情報番組の MC なんかやったら真っ先にサンドリが邪魔になるに決まってるじゃねえか。有吉さんよ、あんまり日の当たる場所に行かないでくれよ。つまんねえコメントする南の中出し帝王にならないでくれよ。本番中に居眠りして女子アナのケツをむさぼるザギンのバイアグラトカゲになんかならないでおくれよ。有吉さんお願いします。サンドリとゲスナーを見捨てないでください。そこんとこどうなんだこれ、おい。そうですね、やっぱりでもね、はい、いやそれはこのラジオは続けたいですけどね、はいはい、これはそのまあミノさんでいう三列バット的、はい、まあ何ですっけ、ミノさんのラジオね、ラジオね、ラジオありますよね、あの感じでやっぱこれはずっと続けていきたいですけどね、うん、やっぱりでもやっぱ朝の帯番組やっぱりやって、うん、女子アナのケツをねすごい触りたいし。こ俺だってね、朝の帯番組やったからってケツ触れないですよ。でこれはほらさた問題になりますよ。このほらペケミニは言ってるけど、うん、日曜の夜に芸能人のケツの穴を覗いてケチつけるゲスラジオって言うけど、はい、やっぱりその毎日朝、うんうん、女子アナのケツの穴を覗くような番組やりたいです。できませんよ、それは。どの業務もできませんよ。